おめでとうございます。これであなたも神羅の素晴らしさを広める伝道師としてご活。それでは続きまして、神羅カンパニーが誇ります知識の62階ライブラリフロアにお進みリビリ。なんだ、お待ちしておりましたアバランチの皆様。私ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのはあの神羅の言いなりドミノのことか。はい、世界一の魔皇都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。ついてこいってことか。本当に市長がいるのかよ。こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。こりゃ、おお、やっと来たか。遅かったの。あ、わしがこの魔皇都市ミッドガルの市長ドミノである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおることを。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。はっ、だったら話は早え。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。
まあ、神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい悔しい。ああ、わかった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな。落ち着け。深呼吸だ、深呼吸。ふん、カードキーをよこせ。ほれ、これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。お困りのことがございましたら何なりとお申し付けください。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。市長爆発。約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて、偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。あるのは細胞まで美しかったよ。その表情懐かしいよ。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃまた後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。気を抜くな。協力者を探すぞ。
おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を開始しています。軍人の影響範囲ってなんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし一息つけそうだな。どいつだ。協力者は。それっぽい人に話しかけてみるしかないね。合言葉は市長最高だね。今回はスタジオに死んだカンパニー治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいております。今回の非道卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておる。シンラカンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや首謀者たちを引っ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか卑怯者のアバラッチども。いいか、逃げても無駄だからな。戦争が終わって。あれは何だ。シミュレーターだ。仮想空間で戦闘訓練ができる。そんなんで本当に強くなるのかよ。なんだあんたら。何か市長。最高。話は聞いている。上へ行きたいんだろ。おうよ。カードキーを渡す前に力を試させてもらう。は？あんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ。当然だろう。これに挑戦してもらう。言っておくが簡単じゃないぞ。クリアできたらカードキーを渡そう。あんたらなら大丈夫だな。これで64階のミーティングフロアへ行ける。エレベーターも使えるぞ。あんたら一体何しようってんだ。仲間を助けに来た。シンラの研究施設に捕まってる。おお、北条博士のところか。そりゃあ大変だ。あそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ。方法は考える。北条はどこだ。そろそろ重役会議の時間だ。大会議室にプレジデントや北条、他の統括たちも勢ぞろいするはず。そんじゃ乗り込むか。プレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろ。そりゃ現行犯で即拘束だな。敵の状況を知りたい。敵情視察か。まず男性用トイレに向かうといい。そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる。分かった。
クラウド。え？クラウドだよな。クラウド。大丈夫。同期のクラウドだよ。よかった。生きてたんだな。心配してたんだ。死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ。カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。知恵が？大丈夫？ああ。だって今。問題ない。先を急ごう。情報統制はどうなってる？抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は？今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。なんだ？パルマーからなんですが。シッ、放っておこう。分かってるよ。エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。あの中に？そのはずだ。どうする？敵情視察。そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入る。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない。自分で探すさ。じゃあ、待ってるね。あ、目立つだろう。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。ああ、よかった、誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。無事だって。でもうち7番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから、そのせいだよ。本当？多分
重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により3年、5年、10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが早急に進めてほしい。何か質問があるものはなければ統括が戻るまで待機だ。わし見たんだ。廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。ないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい、7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え、他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。ネオミッドガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代史と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。匂うなぁ。
どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。まずは、いやー、そうよりも。動くな。あ？聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう、なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。全員動くんじゃねえぞ。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。おお、彼女の知り合いか。それはそれは、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。
エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちには分からないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。頼んだぞ。おう、引っ込んどけ。こちらだ。
間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。その瞳、ソルジャーか。ああ。いや、違う。思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。何なんだよこいつ。興味深い問いだ。喋った。私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？
逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？なあ、レノ、怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ。七番街は放っておくのか？我々に何ができる？そもそも、あれは必要だったのか？拒否したところで、他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。本気で言っているのか？さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。